ちゃくちゃ綺麗。新車ってこんな感じじゃないですか。うん、そうなんですね。だってグリルとこの辺とか全然綺麗、くすんでない。やば、ほんと綺麗だな、プリクラとか。うん、そう、すごい綺麗な、これ何年車でしたっけ。2011ですね。ということはもう10年以上経ってますね。経ってますね。やべえな、これ。こういうところのメッキもやばいですよ、うん、これって純正なんですか。純正らしいです、うん、なかなかいろいろついてますよね、モデリスタの野郎は、うん、走行が今どのくらいですか。走行が66,000km。 66,000km。 あー綺麗ですね、こういうところも全部ソナーもついててね、安心ですね。これノーマルで乗る派なんですか。カスタムいじるんですね。雪ですね。やばいな、これ。サンルーフもついてて、このサイドもモデリスタ、モデリスタですね、はい、全部ついてるね、後ろも、ね、後ろもついてて、スポイラーはこれは上のトランクの方は、うわー多分オプションのやつだ。内装なんすか、これは。あ、革。革です。革狙いですか。そうです、この色狙いで。エアーシートもついてるね。これを綺麗に乗ったらかっこいいですね、はい、これは G パッケージ。椅子も動きますもん ね、 ね、動きますね。後席とかってなんか装備はついてるんですか。なんかボタンはついてます。これいいですね、豪華で。豪華ですね、やっぱここもね、手すりがあったりとか。そうです、ね、スピーカーもついてるじゃないですか。スピーカーもついてる。これなんすか、オプションですか。これもこれオプションらしいです。いやすごいね、この位置にあるのは。こっから聞こえてくるんですね。耳のあたりから聞こえてくる。あと一応上にもついてる。真ん中にあってって感じですね。そうですね。これ音も楽しみっすね、いろいろね聞いてみるの。そうですね。運転席もいい、かっこいいっすね、やっぱシルバーのね感じで、木目と高級感もあって、本当に内装この色が良くて。これ少ないですか、やっぱ黒の方が多いですか。あ、黒の方が多いです、ね、あ、これがなかなか出てこないですよね。出てこないです。あとほら汚いのとか結構ね出てるかもしれないですね、この系は。黒ずんでたりとか。そうそうそう、ウッドも大丈夫ですか、ステアリングも。もう大丈夫です、ね、大丈夫そうですよね、はい、すごいな。傷も全然なくてね、めっちゃ綺麗ですね。もう何年か前から欲しかったみたいな感じですか。もう1年前ぐらいから。ああ、じゃあ随分探したんですね。仕事休んでまでこう来てで実際見てこれならいいと。まあ争奪戦ですもんね、欲しい人がいたらもうアウトするもんね。装備もやっぱすごいですね、この辺りもシェードもついててね。 G パッケージじゃないとついてないらしい。そうですよね。これがだから実質200系の最上級ってことになるんですよね。そうです。そうですよね。ハイブリッドで G パッケージだから一番豪華っすよね。外装も好きです。あ、全部内装も、この外装もテールも違うんですよね、専用でしたっけ、ハイブリッドは。青いんですよね、青いです、ハイブリッドってね。そうです。あとエンブレムが違うのと、ハイブリッドエンブレムかがついて、これはでも本当もったいないぐらい綺麗ですね。もともとエアロもつけようと思ってたんで。ちょうどいいっすね。ちょうどよかった。しかも高いね、あのモデリスタの。新品じゃ出ないしね。出ないっすね。